殺生丸、どうだい、私と一緒に奈落をやらないかい。なぜ奈落の分身であるお前と組まなければならない。あいつが生きている限り永遠に私は自由になれない。あいつの奴隷はもううんざりなんだ。この殺生丸、奈落さえ倒せればそれでいい。他のことには興味がない。ついてきたければ勝手にしろ。カグラ、わしを裏切る気か。この奈落を失望させるな。今戻るならば許してやる。はっ、誰がお前の元なんか。お前を殺して私は自由になるんだ。おざけ！いざいざ！一本目！勝負！カンナ！あっあっ！カンナ！風神の舞！その舞は！くらえ！風神の舞！風神の舞！カンナ！カンナ！あっあっ！龍蛇の舞！あっ！カンナ！カンナ！クライニャクライニャクライニャカンナカンナシカバネマイクライクライニャカンナハッ風神の舞カンナ風神の舞龍蛇の舞決着勝者、カグラ。私の心臓返してもらうよ。こいつのせいで、私は今まで自由を奪われていたんだ。私は風だ。これからは自由に生きていく。我が力、見せてやる。ふん、くだらぬ。愚か。くだらん。やれやれ、この殺生丸ともあろうものがつまらん生き物に追うてしまうと。もしやこの殺生丸に挑むつもりなのか。くだらん、やめておけ。チクショー、さすがのオラだってそこまで言われたら黙ってはおらんぞ。ほう、雑魚の小狐がそれほどまでに死に急ぐのか。うるさい、オラだって立派な妖怪なのじゃ。 やるときはやるのじゃ。
もの見せてやる。いざいざ、一本目勝負。くだらん、全く無駄な時を使ってしまった。ん？あれは確か養老族の狼。狼の群れがなぜこんなところにいる？狼の群れ、さてはつまらん獲物でも見つけたか。当たり前だ。くだらん。貴様は妙だ。こんなところで何をしている？ああ、殺生丸様。別に何でもありませんですじゃ。大方、その岩の中に何かあるのだろう。この殺生丸に隠し事をするか。ああ、いや、その、参りましたの。いざいざ、はじめ。くだらん。お前は犬夜叉の兄、殺生丸だな。あの女の子だ。さて、貴様だな。桔梗とかいう死人。死人がこの殺生丸に一体何用だ？犬夜叉とは何度か相まみえているようだが、お前が言うほど犬夜叉は弱くない。むしろお前より犬夜叉の方が強い。ふん、面白いことを言う。ならばこの殺生丸の力を見てみるか。土に帰って後悔するがいい。愚かなやつだ。あの世へいざなってやろう。いざいざ、一本目勝負。よっ、はっはっは。刀を借りこなえ。行け。刀を借りこなえ。あとは決めろ。刀を借りこなえ。行け。刀
の針となれ。はっ、ラトは消えろ。行け、消化せよ。やっ、ラトは消えろ。はっはっ、刀の針となれ。誰の魂よ、これが真の姿だ。はっ、刀の針となれ。消化せよ、ラトは消えろ。行け、はっ、ラトは消えろ。刀の針となれ。まれに魂よ、刀の針となれ。ラクは刀の針となれ。刀の針となれ。はっはっはっ、そこだ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 。行け、消化せよ。これが真の姿だ。刀の針となれ。刀の針となれ。はっはっ、そこだ。刀の針となれ。勝者、殺生丸。誰であろうと容赦はせん。なかなかの腕ではあったが、相手が悪かったな。所詮は死人、この殺生丸の相手ではない。当たり前だ、くだらん。貴様は犬夜叉といった女だな。父上は言っていた。最も危険なのは人間に化ける妖怪なのだと。殺生丸、お前を退治してやる。女、貴様が弱い人間だとてこの殺生丸容赦せん。それを分かって言っている。さすがにそこらの妖怪とは違う。けど、私だって妖怪専門の退治屋だ。このまま引くわけにはいかない。退治屋だと笑わせてくれる。いいだろう、この殺生丸の力思い知らせてくれる。ザコめに一気に叩く。いざいざ、一本目勝負。刀の針となれ。刀の針となれ。はっ、ザコは消えろ。ザコは消えろ。ザコは消えろ。刀の針となれ。ザコは消えろ。開いた。はっはっ、これが真の姿だ。刀の針となれ。はっ、ラクは消えろ。はっ、刀の針となれ。刀の針となれ。決着、勝者、殺生丸。退治屋だと笑わせてくれる。人間ごときがこの殺生丸に勝てるとでも思っていたのか。まったく愚かな。かごめちゃん、逃げて。この後になっても仲間を思いやるか。かごめ、あの女、犬夜叉も一緒かもしれない。当たり前だ、くだらん。おい、そこの女。あんた殺生丸、一体何の用よ。お前の近くには必ず犬夜叉がいるようだ。しばらくおとりになってもらうぞ。いつでも一緒にいるわけないじゃないのよ。大体あんたね。カゴメ、やれ殺生丸てめえ、カゴメに近づくんじゃねえ。ここまでうまくいくとは愚かなやつ。この殺生丸が二人まとめて始末している。